ゼロからの指令。コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ。この番組ではある役の僕フリエシュンに毎回番組内でやらなきゃいけない指令が課されます。第53回目の指令こちらです。ラジオネームチョキさんからいただきました。高田さんから何を質問されても回答しない。ちなみに分かんない、覚えてないなどは OK ということで。あーなるほどな。これ例えば今日読むか分かんないですけど、お便りとかでもし高田さんがお便りを読むときにそのお便りの内容が質問形式だった場合とかはどうするんですか。それは答えても大丈夫。ああ、そこにじゃあ高田さんの意思が介入してなければ大丈夫で、高田さんの意思で聞かれた質問は答えちゃダメ。うわーこれでも普通に自分が忘れて答えそう。答えちゃダメなのね。なるほどね。なるほどな。わかんない、覚えてないとか。了解しました。まあでもいけそうだけどバレそう。ということでこの指令絶対クリアしてみせます。それでは配信スタートです。コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ第53章。お前は何と戦っているんだ。皆さんこんにちは、コードギアスジェネシックレコードある役の堀江俊です。皆さんこんにちは、ギギ役の高田優希です。この番組は好評配信中のスマートフォン向けアプリゲームコードギアスジェネシックレコードの情報をお届けしていくラジオ番組です。そうなんです。はい、ということで2月に入ったということで、おー、今年もなんか佳境ですね。何を言ってらっしゃるんでしょうか。佳境ではないですけれどもね。1ヶ月はでも終わりましたね。終わりましたね。2年も早いな、なんかさ、はい、今年の節分は2月の3日。そうだね、今年戻ったね。例年は2月の、あ、そう、去年が124年ぶりとかのなんか2月2日が節分だったみたいな。あ、去年がイレギュラーだったのか。あ、そう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 。なんでずれちゃうんですかね。なんだろう、なんですかね。なんか365日を1年間にするとかどうたらみたいなのを一瞬記事で読んだことあるけど、詳しくは確かにね、不思議やな。いいよね、124年ぶりだったんだもん ね。2月3日に戻って、今日はなんか配信日が節分当日ですね。そう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 。恵方巻きとか食べる人？恵方巻きはでも食べるかも。ちゃんと食べるの？手作り。去年は食べたね。あ、そう。今年は北北西だよね。ね。北北西らしいね。いやいや北とかなんでしょ？いやいや北より。いやいや北より、ほぼ北。ほぼ北。ほぼ北。そうなるとね。そうか、恵方巻き食べるタイプか。恵方巻きってなんで食べなきゃいけないんだっけ。あれ、なんかどっちかっていうとさ、関西の人の方がその習慣ってなかったっけ。そうなの、恵方巻きを食べるみたいな。豆巻きするか恵方巻き食べるかみたいなのが結構。あ、どっちかなんだ。どっちかというか、なんか、どっちもするとこもあるだろうけど、恵方巻きを食べる習慣があるのってどっちかというと関西の人っていう。そうなんだ。印象が。そう、もうなんか子供ながらに当時恵方巻きあんまり好きじゃなくて。あーね、なんで食べなきゃいけないんだろうと思いながら食べた記憶がある。そうなんです。しかもなんか黙って食べなきゃみたいな。あー、あったね、あるね。あー、そうね。うわ、俺でも恵方巻きの文化全然何十年も触れてないわ。あ、本当に。多分。ああ、なんだ
ろうね、やっぱ家庭のあれもあるのかな。まあでも気の持ちようよな食べたとって別にそんなね、なんか起きることでもないしねそうね、イベントって基本気の持ちようよね、うん、そうよね、あ、でも大事にしていきたいね、せっかくのイベントなんで、文化だしね、はいはい、豆まきましょうよ、豆ありますか今日は。ないさそうですねあれはなさそうか、なかった、まあここに鬼はいないですからそうですね、そうですよね、鬼はいないから、うんうん、そうだそうだ、うん、そういうことにしておこう、こう、うん、ということで、じゃあそろそろ始めていきましょうか、ね、はい、はい、コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ、最後までよろしくお願いします。この番組はコードギアスジェネシックレコード制作委員会の提供でお送りします。コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ、改めまして堀江俊です。高田裕樹です。さあということで、ね、そうですね、まあでも僕はね、はいはい、今日ちょっと本当にあのイニシアチブ取らせてもらうよ。え、何会話のイニシアチブ取らせてもらうよ。何それ。やっぱ今日、うん、やっぱりさ、うんうん、なんだろう、まあ年始、まあ年が始まって新しい年になってさ、まあもう1ヶ月経って、まあ、2月になったとはいえさ、やっぱ勢いが大事なのよ何事も。うん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 、うん、会話においてもさ、うんうん、やっぱこうなんだろうな、今まではこうちょっと頼りきりな感じがありましたから。た、誰に？高田さんに。あ、私に、うんうん、そうなの、うんうん、全く感じてなかったけど。あ、本当、うん、だからね、ちょっと俺今日やらせていただきますわ、本当に。あの、うんうん、駆け抜けていく。駆け抜けていく、駆け抜けていく、駆け抜けていくことを、そのなんとかっていうの、インタラタラダラみたいな言ってたよね、なんだっけ。ん、何ですか。そっか、カタカナ言ってなかったっけさっき。なん、ちょっとわからないっす。それは。え？ちょっと。今さっき言ってたよ自分で。あれ、それ、うん、ちょっとわかんない。え、それ質問ですか。質問です。質問です。あ、質問ですかそれ。はい。え？いやちょっとわかんないっす。それは。ちょっとそれはわかんないんですけど、あのでもイニシアチブは取りたい。あ、それよそれ。はい、これですか。それなんていう意味ですか。え、それ質問ですか。何、怖いんだけど無限ループに入ってる今回の指令やばいね。どういう指令それ私に質問をさせるみたいな指令なのかな。何、え、ちょっと聞こえなかったですけど、はい、でもとにかくあの勢いづきたいのよ俺は。勢いづきたいんだね、うん、あ、じゃあ勢いづくみたいな意味なんだね多分、そのインなんとかチブは。ん、それは質問ですか。いい、もういい確認、それは確認か、確認、確認というか、まあ、質問というか質問でした。あ、それはちょっとよくわかんないですけど、何、はい、なんだろう怖い怖い、オープニングしてる。オープニングもう終わったかお便り読もうトークしてる。あ、お便り読もう、うん、お便り嬉しい。お名前アンジュさんからいただきました。ありがとうございま す。堀江くん、高田さん、こんにちは。こんにちは。第50回を記念した高田さんが指令をやっていた回を、視聴しました、拝聴しました。ありがとうございます。疑り深い堀江くんの様子を見ていつも堀江くんが指令をやる方で正解だったんだなと納得しました。なぜですか。だって毎回あの感じだったら、お前とパーソナリティなんてできるかという高田さんの叫びがすごくわかりますもん。いやいや、わらわら。堀江くん、これからも指令を頑張ってくださいね。あ、ありがとうございます。いただきました。いや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 、語弊、な、語弊、いや、そだって、勘違いしてる。前回は、うん、ほら、ほんとごくたまにある、俺が指令を見破るっていうさ、うんうんうん、本当にイレギュラーな回だったから、なんかそれがいつも続けばそうはなりませんよ、うん、俺だって。あ、そうかそうか。さすがにこんなに疑り深くはならないということですね。それ確認ですか。なんだよ、それはよ。それなんだんだよ。もう指令やってても会話しづらいな。おい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 。いやでもちょっと、うん、でも全然俺はいつでも攻守交代してもいいですけどね、うん、ああまあね、うん、でもいや改めてやってて難しいなと思った。指令やりながらさ、こうやって会話もやってて、そうだろうよ。だから堀江くんは本当にすごいことをしてたんだなって本当に尊敬したの、あの時ね、まあ、センスよね。そうそうそう、センスやと思う本当にあ、本当ですか。自分で言ってその後認められたら出れるな。ありがとうございます。
そうだぞ。いやすごいと思いますけど。どうもありがとうございます。引き続き指令頑張ってっていう応援メッセージですね。でも本当嬉しい、うんうん、ありがとうございます。頑張ります。はい、ありがとうございます。今日は何なんだろう。でも分かんないよ、今のところまだ指令はやってるかはやってないか分かんないからね。あ、そっか、うん、もう指令やってないとしてあの会話してるんだったらやっぱ怖いよな結構。はい、いいですよ、頑張ります、見破ります。ペンネームおかずはご飯さんからいただきました。ありがとうございます。堀江くん、高田さん、こんにちは。こんにちは。僕はもちろん無能ちょっとちょっと面白くなってきた。僕はもちろん無能力者なんですが、うん、職場で上司に理不尽なことを言われるとギアスをかけてむちゃくちゃにしてやりたくなります。まあ、脳内でね、脳内でね、うんうんうん、そういうのはあるよ、あるよね、それはあるさ、うんうん、ストレス社会だもの、人間だもの、うん、お二人はどんな時にギアスをかける妄想をしましたか。うんうん、あんまないかな。そういう意味ではこいつを黙らせてやろうとか、めちゃくちゃか、うん、ないですか。すごい、でも爆発寸前なのかな。いやそうだ、上司の方にっていう対してね、思ってることだからね、ちょっと心配になりますけども、うん、確かに、まあ、でも頭の中であれば、うん、はい、確かに何してもいいですよ。そうそうそう、何してもいいんですよ。なんだろう、かけられるとしたらどういう時にかけたい。ギアスですか、はい、あ、どういう時だろうな。なんかこう料理とかしてて、例えばなんかこう野菜とかがすぐ傷んじゃって冷蔵庫の中でシンボーンってなってるとして、シンボーンってなってるとして、それをこう生き返らせるギアスとかあったらいいですね。ちょっともうそれでももう魔法だよね。なんかギアスってこういうことじゃない。そういうギアスあるのかな。ないと思います。ないのか。ないから妄想ですけど、まあ、確かに妄想だったら ね、かわいそうになんのよ、大根とかおかしいなってなってるとさ。確かにそう、そうそう、なんかさ、俺もさ、この前さ家にいてさ、はい、すんごいなんかやばい匂いするなって思って、うそうそ、でも原因はずっと分かんなくて、うん、これ排水口かなとか思いながら、うん、でも排水口もさ、なんかパイプユニッシュとかでさ、うん、もうドボドボしてさ、うん、匂い消そうと思ったんだけど、それでもなんかなくなんなくて、なんか一瞬はそのちょっとこうパイプユニッシュ塩素感みたいな匂いでなんかマシになるんだけど、またしばらくしたらさ、すんごいなんか激臭がして、わー、なんとも言えん、 でも本当にしばらく原因が分かんなくて、ずっとその匂いと付き合いながら、うん、生活してたんだけど、うん、なんかね、玉ねぎがさ、うん、液体になってて、もうほんと3年2年くらい前の夏、うん、液体になってて、なんか目もなんか芽吹き始めて、なんか新しい生命宿ってて、うわ、もうそれか、そこからなんか匂ってて、それはどこにあったの。なんかね、その辺、いや待って待って、キッチンのなんか上の方。あ、そうなの。そう、置いた覚えのないところにあって、そこからだった。でももう置いたことすら忘れてたから、もうまさかそこから匂いが発せられてるとは思ってなくて。どんな隔離さ、何、視界に入らないような場所に置いてあったの。だって一番最初に多分そこに目が行くじゃん。うわ、この玉ねぎ目生えてんな、絶対こいつが匂いの原因だって最初に行き着きそうじゃん。どうした、なんで行かないの。あ、ちょっとその質問には答えない。いや、質問じゃないです。質問じゃない。別にこんな興味のねえ質問なんかしねえんだよ。興味ねえんだよ。お前とこの玉ねぎがさ、目が生えてようがなんだろうがよ。ごめん、会話をそれでも広げようと、はい、そうだよ、してくれたんでしょうね。聞いたんだよ。すいません、他人のどうでもいいキッチン情報。本当だよ、キッチン事情を。早くお前のギアスの話しろよ。お前が願望のギアスをよ。なんだろうな、うん、なんだ。まあでも人の心を操るギアスが一番よ、やっぱ。一番なんかブラックだな。なんかやっぱ、うん、本当に本気で、うんうん、もう催眠術講座に通いたくて、うん、もう取る寸前まで行ったもんね。取る寸前まで行った。うわ。取る寸前ってのは、まあ、その予約をなんか調べて、なんかこういうとこ、うん、なんかこういう先生がいて、うんうん、なんか月々いくらでみたいなところまで調べて、すげえ、資料を取り寄せるかみたいなところまで行きましたけど、うんうん、すごい、なんかでもやめました。さすがになんかね、そうなんだね、ちょっとやばいかもしれないなと思って。いや、わかんないけど、結構でもそういうのに興味を持つタイプだね。その催眠とか心理とかそういうのが気になるタイプなんですね。あ、それは確認。確認という意味でしたら答えます、はい、そうです。あ、そうです、確認です。はい、そうです。は
い、いやちょっとさすがにね、なんかそういうのをさ調べようとしてる人に対してね、うんうん、さっきから結構きつい言葉を言ってるから、うん、気をつけないとなって思ってたの今。あー本当にですか。そうそうそう、全然そんな、でもありのまま自分の身を案じてね操られるかもしれないじゃんもしかしたらこんないろいろ言ってたら、そうだよね、だからそろそろ黙らせっかってなるかもしれないから、ね、はい。でも俺はそれかな、うん、あーなるほどね、人の心を、あー操る気やす、すごいな。では続いていきましょう、はい、お名前シエルさんからいただきました、ありがとうございます。堀江くん、高田さん、こんにちは。こんにちは。最近ゲーム内で新たに同盟に入れてもらえることになったんですが、その同盟のメンバーが僕のゲームレベルからするととっても頼りになる方揃いで、ありがたいね。ねえ、早く追いつきたいなという憧れの気持ちもあり、ゲームプレイに弾みがついています。そこで質問なんですが、堀江くんと高田さんの憧れの人を聞いてみたいです、ということ。だはー。なんと。なんかでもいい、なんか少年漫画の主人公みたいなさ、なんか同盟というかギルドに入って、ギルド入って、なんか周り強いけど俺もいつかみたいな、みたいな。いいですね、現実でもそういうのが起きてて。ねえ、ギアジェネかな、うん、嬉しいです。はーい。憧れの人いますか。憧れの人、それは質問ですか。逆にそれは質問ですか。質問を質問で返したけど、私が返したけど、さらに返してこないで、返してこないで、何なんだよ。いや、いらっしゃいます、憧れの人。今のは質問ですもんね。質問ですね、うん、はい。これあの、そうだな、あのお腹が空きましたねお腹が空きましたね。会話今できてるかな。できてないです。できてるかな、うん、なぜなら質問には答えなかったから、うん、そうですよね、うん、質問に答えなかった、質問には答えなかったので今リセットされたので、うんうん、あの憧れの人の話を僕は今からします。お前は誰と何を戦ってるんだなんだ、ちょっと今日の指令複雑か。ちょっと待って、私に質問をする。いやいや、指令がどうとかっていうわけではないんだけども、むしろ私の質問を質問で返すとか無視をするとか。どうしたのどうしたの、大丈夫、なんかいろいろやってんだ、心配になるよ。いや、こっちのセリフだこっちのセリフだ憧れの人の話を僕が今からさせていただきます、はい、お願いしますでもそうだな、でも僕います、います、はい、あの役者さん声優さんにいらっしゃって、うん、その人のお芝居とかがきっかけで、はい、あのこの業界に入りたいと思うことにもなったので、そういう意味では、うん、憧れの人いますね。ね、うんうん、そういうお芝居の面でもそうだし、うん、なんかこう人柄だったりとか、いやいやいや、ね、その人の雰囲気だったりとかがものすごい素敵な人ってやっぱいて、いやいや、うん、身近にいますね、私も、そういう先輩が、うん、そういう先輩身近にいると、ああ頑張ろうというか、こんな風になりたいなって思いながら、わかる、うんうん、気持ちを高められるので、ありがたいです。業界に入ってから。気づくこと、思うこともね、多いよね。あ、こんなにいい人だったんだとかさ。いやー、うん、本当に。ちゃんと周りのこと見られて、僕みたいな、なんだろう、下っ端にも気を使ってくださって、いい人だっていう人が多いですね。いや、いい人っているんだぞっていうことをね、感じますよね。優しい先輩になりたい、確かに。いやー、いいね。業界外ではいない、うん、憧れの人。業界外か。でも憧れっていう形とはまた違うのかもしれないけど、うん、なんか単純にこうさ、例えばコンビニとか行ってめちゃめちゃ笑顔で接してくれる方とか店員さんとかは、うん、すごいなんか、あ、素敵って思うよね。あ、なんか日常を大切に歩んでるね、なんか。ありがとうございます、うん、その目を見てね、ありがとうございますって言ってくれる方とかいらっしゃるのがやっぱ素敵だなって思うし、そういうちょっと何気ないので元気をいただきますね。うん、確かに確かに、そうなんですよ。います、業界外の方。外ですか。はい、外か、うん、あ、でもそれ質問質問だろうがよ、切れんぞよいよよどう見てもよ、それが質問であるならばちょっと、わかんないっすね。あ、わかんないんだ、なんだ、うん、じゃあもういいよじゃあもういいよ、次行こう、次行きます。 OK でしたか、ありがとうございます。ということで、たくさんのお便り本当にありがとうございました。ジェネシックレコード、ギアジェネラジオ。
でコードギアス関連情報をお知らせいたします。コードギアスジェネシックレコードでは現在ライン編が3章まで公開中。観測編ではコードギアス反逆のルルーシュとコードギアス決命の降雨の物語を楽しめます。続いてアニメ漫画のオリジナルグッズを販売するアムニバスにてコードギアスグッズの販売予約が開始となりました。ルルーシュやスザクといった歴代キャラクターはもちろん、あるギギアーカイブのイラストを使用したグッズも多数取り揃えています。詳細はアムニバスの商品ページをご確認ください。そしてツイッターとホームページにて4コマ漫画連載ギアジェネ4コマが連載中です。著者はズレズレチルドレン、幸せかな子の殺し屋生活などで知られる漫画家若林俊也先生。アリやギギと歴代&新シリーズのキャラたちをユニークに紹介していきますので、ぜひお楽しみください。他にも詳細は公式ツイッターなどで随時お知らせいたしますので、続報をお待ちください。以上お知らせでした。コードギアスジェネシックレコード、ギアジェネラジオ、コードギアスランキングレコード来た。はい、ということでこちらは皆さんがオリジナルで考えたコードギアスキャラのさまざまなキャラのランキング、キャラのランキングを紹介していくコーナーです。はいはい、まあ、好きなランキングでベスト3を送っていただいているの で、 そうなんです。早速紹介していきましょ う、 こちら今回のランキングはお名前マルコスさんからいただきました。マルコス、ありがとうございます。絶対に怒らせたくない人ランキングだということで、怒らせたくない人早速紹介していきましょう。お願いします。第3位、うん、ナナリン。ばーい、まあちょっと怒らせたら正座で数時間の説教コースになりそうという理由。あー、まあ怖いかは分かんないけど、単純にナナリンを悲しませたくないよね。そうね、怒らせたくないよね本当にね。いいですね、うん、続いて第2位、うん、さよこさん。間違いないっす。あー、理由、怒っても表情には出さず食事に毒を仕込んでる。いやいやいや嘘、そこまで、そこまで毒、あー気をつけなきゃ、気をつけなきゃ、そうなると気をつけなくてはということで、流行る第1位を紹介しましょう、はい、第1位はニーナ。間違いない理由、ユフィのことでキレたニーナ、めちゃくちゃ怨念が強かったので、これは敵にしたらまずいと思いました。わかりました。かっこ笑い。わかります。はい、間違いなくニーナですね異論はない、異論はないいや確かにな。いや、ただ大好きなんですよ。普段おとなしいのに、ここまで深い深い怨念というかを抱える女の子、大好きだ。いや大好きだ、大好きだ、結局の子大好きだ、まあ、普段おとなしかったり優しかったりする人ほどね、うん、そう怒らせたらとんでもないことになるよ。いや本当にたまりにたまって爆発しますから、うん、気をつけろ、気をつけやさせ今こんなコーナーだったっけ、はい、ペンネームにゃんころさんからいただきました。ありがとうございます。髪の美しいキャラランキング、あ3位、ちぐさ。おビレッタの時は結んでいて分かりにくいですが、美しいロングヘアだと思います。うんうんうん、2位、シャーリー。おー、とても水泳部とは思えない艶やかなロングヘア、うん、塩素でよく傷まないなと思います、うんうん、あーでもワンチャンあの色塩素でなってる説もありそうだよね、うんうん、あの色がね、オレンジでね、うんうん、なってそうな感じもあります。そしてハイアル第1位、うん、シャルル皇帝。おーあの素晴らしい髪の巻きっぷりと盛りっぷりは名古屋城もびっくりというかズラって書かれてます。お確かに、いやあのロールはすごいよね。すごいよね、うん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 、シャンプーめっちゃ使いそうだもんな。いや確かにな、トリートメントもすごいんだろうな。なんかさ、水泳の授業終わりのさ、うん、なんか人間の匂いいいよね。まあちょっと言い方あれですけど、うん、まあ塩素の匂いってことですかね。なんですか。いや塩素の匂いっていうか、はい、なんかなんだろう、乾かした後のシャンプーの匂いがちょっと染み出てくる感じというか。うーん、でも確かにね、プール終わりの匂いいいよね。なんかね、青春を感じるよね。わかる。うん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 。それを今ふと2位のシャーリーの文を読みながら、うん、
なんか思い出していました。ああ、いいですね、はい、ちょっとこう風がねカーテンを揺らしていてみたいな。いいですね。眠いんだよな。わかる、水泳終わりの授業ね眠いんだよ。眠かった。でも俺高校なかったんだよね、水泳が。確かなんか中学を最後にしてなくなって、なんか俺らの年代さ、うんうん、なんかなかった、途中から水泳やるなみたいな。あー、あったような気も。高校やった？高校でもやったよ。あー、やったの？そう、あ、じゃあこの説嘘だわ。でもその人たちもいるのを知ってる。なんか何なんだろうね、亡くなった人たち、うん、うん、不思議よね。そうだね、うん、今あるの、今ないのかな。確かに今あるのかな、もしかしたら高校ね、場所にもよるかもですけど、いいな、プール入りたいな。続きまして、お名前はるかさんからいただきました、はい、保育士に向いてそうランキング、うん、はい、私が保育士なのでこんなテーマを考えてみました。なるほど、いただきました、ありがとうございます。では第3位、うん、ビレッタ。お、またビレッタさん。いいですね。そして2位、ユーフェミア。あ、間違いない、うん、そして栄えある1位はシャーリー。おー、ということでいただきました。なるほどね。はい、多分この3位のビレッタもビレッタっていうよりはちぶささんって感じはするね、うんうん、あー、そうだね、うんうんうん、確かに確かに、うんうんうん、ユーフェミアさんもね、間違いないね、優しそう、子供たちにすごい素敵な笑顔を向けてくれそう、うん、うんうん、そしてシャーリーね、うんうんうん、一緒に遊んでくれそうだもんな。確かにね、うん、これはでも、うん、文句なしの感じはね、すごくする。いいですね、可愛い女性陣が集まってましたね、うん、うんうん、ありがとうございます。ということで今回は以上でございます。このようにオリジナルランキングを考えて送ってください。コードギアスランキングレコードでした。コードギアスジェネシックレコード、ギアジェネラジオ、日常ギアス観測隊。リスナーの皆さんが日常を過ごしていく中で、ふとこれギアスかけられてる？とギアスを感じた瞬間を送ってもらうコーナーです。メールを受けて僕たちがギアスの強さを最大100のギアス度で判定し、そのギアスに名前をつけますということで、はい、かっちりとしたものを今回こそ決めていきましょう。頑張りましょう、頑張りましょう。ペンネームココアさんからです。皆さんこんにちは。こんにちは。私は小さい子供を泣き止ませることができます。お、特にあやそうとはしていないのですが、泣いている子と目を合わせると5秒以内には泣き止みます。親戚友達の子はもちろん、見知らぬ子供にも有効です。このギアスいかがでしょうか。うわ、普通にすごいね、素敵なギアスだ、うん、もうギアスというか、なんだろうね、そのココアさんが持っている潜在的な何かを感じる、うん、それが優しさというか包容力からくる安心感で泣き止むのか、うんうん、こいつなんかやばいっていう、うんうんうん、なんか恐怖心を植え付けるタイプの黙らせなのか、うんうん、どっちなんだろうねこれ。前者だと嬉しいな前者だよねきっと。これはでも結構ギアス度高そうな感じもしますね。ですね、うんうんうん、これがギアスの力だったとしたらもうほぼ 100% 生きてるので、うんうん、だって誰にでも通じるわけじゃないですか。確かにギアス度100です、これは。お、いいぞ、うんうんうん、ギアス度100。なんだろうね、なんでしょうね。赤子泣いてる赤ちゃん、ゆりかご、うん、ゆりかご、お、ゆりかご、ゆりベイビー、ゆりかご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 ベイビーにしますか。そうしよっか、うん、結構ダサそうな感じなんだけど、でも何も伝わらんしね、うん、でも可愛い、可愛い、可愛いし、可愛いは正義、可愛いは正義、はい、ということで決まりました。こちらはゆりかごベイビーのギアス、ギアス度は100です。おめでとうございます。うわ、おめでとうございます。素敵ですね。ではでは続いていきましょう。お名前、青桜さんからいただきました。ありがとう。残業終わりだと家に帰ってからご飯を作る気力もないので、あ、お疲れ様です。スーパーによってお惣菜を買って帰るのですが、うん、なぜか毎回私がお惣菜をカゴに入れた5分後くらいから割引シールが貼られ始めるのです。悔しいですね。私には間が悪くなるギアスでもかけられているんでしょうか、うん、といただきました。うわー、悔やむね、うん、その5分もうちょっと遅ければと。悔やむね、これはね、うん、
でもなんか慣れてくるとさ、なんとなく気配で察するよね、なんか、うんうん、あの店員さんシールなんかポケットに入れてるなとかさ。そうね、だいたいこれぐらいの時間から貼ってるなとかね、とかね、うん、もうちょっとそのスーパー通い詰めると分かってくるんだろうね、パターンが。そうかも、うん、うん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 。でも間が悪くなるギアスがかけられてるのかな。なるほどね。うん、それか単純にそのタイミングをまだ見計らっている状態だから、うん、気圧とか関係なく、うん、もうちょっとスーパー通おうよっていうことなの。ただの人間だったっていう。そうそうそう。それもあるかもしれない。あるかもしれないよね。うん。うん。期待を込めたいよね。今後の発展に期待を込めたいから。うん。青桜さんの。ギアス、うん。うん。ギアス度はあえてゼロにしよう。もし。そもそもかかってない。かかってない。うん。うん。ここからなんだ。ここからなんだ。うん、だからもうギアスない。ギアスはなしです。なしです。ありがとうございました。いっぱいスーパーに通ってください。見計らってください、うん。ペンネームホリックさんからいただきました。ありがとう。最近なぜかパッとダジャレを言ってしまい場を凍らせることがあります。なんと。これはもしかして強制的にダジャレを言わされるギアスと時を止めるギアス、ダブルでかけられてます？ノーダブル。まあかけられてないと思いますけど多分自ら進んでそう言ってらっしゃるだけなんだと思いますけど。いや、どうなんでしょう、これギアスなんですかね。どうなんでしょうね、うん、なんでしょうか。何かこう聞いた話ですけど、このダジャレを言ってしまうというのは、うん、なんかこう年を重ねると、うん、なんか出てしまうものらしいというのを、風の噂で聞いたことがあって。あらやだ。はい、もしかして人間の人間の差が、はい、老化、老化の差が老化によるちょっとおいくつかわからないですけど、ホリックさんがきっと、じゃあ おじさんなのかな、うん、いやどうなんでしょう、あ、ね、女性おばさんかもしれないけど、どちらにしても、うん、なんか出てくるときないんだって。最近どう、ダジャレが出てくること。え、うん、いやちょっとなんかわかんないっす。急に急に声色どした？わかんないっす。 あとそれ質問？うわ出た、久しぶりに聞かれたあのそれ質問？いや答えませんけど、それに対しては。あ、そうですか、はい、うん、ちょっと僕若いんでちょっと何言ってるかわかんない。あ、そう、確かに今の声すごい若いね、少年のようなショタみたいな子がやってきましたけどね。カスカスでしたけどね。本当でした？あ、そうですか。まあ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 、じゃあね、じゃあ、うん、どうしましょう。うんうんうん、あなたはかかってません。あ、ただ言いたくなってるだけです。言いたくなってるだけです、はい、放出していきましょう。いきましょう。うんうん、ということで紹介は以上です。以上日常ギアス観測隊でした。してきました。コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ、あっという間にエンディングとなってしまいました。第53回放送いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか、うん、いや、会話のイニシアチブ取れたかな。イニシアチブって何？それは重ね重ねになるんですけれども、質問という意味でしたらちょっとお答えできないというか。質問だとお答えできないんですね。ってことは指令はお答えしないっていうのが指令なのかしら。あれ、それは確認ですか。確認です。確認です。あ、確認です。確認で、ですか。はい。あ、確認でしたら、なんだっけ。ね、やばい。わかんなくなっちゃった。もう遠回りしすぎてちょっとわかんなくなっちゃった。はい、いや、何だったんでしょう。後で答えます。ということで、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌や作品の感想、各コーナー宛てのメール、堀江くんへの指令と罰ゲーム案もお待ちしています。はい、お便りは番組ページの投稿フォームから送ることができます。ツイッターで感想をつぶやく際は、ハッシュタグギアジェネ、ハッシュタグコードギアスをつけて一緒に盛り上がりましょう。はい、そして次回の配信ですが、2週間後、2月17日になります。うん、お楽しみに。ということで最後に僕に与えられた指令ですけれども、はい、何だったと思いますか。いや、まず質問ですか、それとも確認ですかっていう聞く、やっぱここが関係してきてると思うんで。ああ、でもなんかね、まあ、ヒントになるか分かんないけど、まあ、でも俺最近そういう確認よくするよ。いや、私はされてないの今まで。最近の堀江くんはそうかもしれないけど、このギアジェネでは初めてされたから。あ、本当ですか。絶対に指令なの。あ、そうなんだ。でもやっぱり確認って大事だなと思って。そうね、確認は大事だよね、うん、そうそうそう、確認する。なるほど。
くな。だからどうなんだろうな。質問をして、それは質問ですかと確認した上で、私の質問を無視するとか答えないとかっていう指令なのかなとか。だって答えるだとさ、わざわざ質問って聞かなくてもさ、会話してる中でさ普通に答えられる。普通の会話だもんね。そう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 。だから無視をするとかなのかなと思いました。なので、はいはいはい、私の指令の導きは、うん、はい、私に質問か確認かを聞き、うん、それに対して無視、うん、もしくは答えないという選択肢を取る。あー、高田さんの予想、うん、これは、あ、正解なんかい。お、正解なんかい。あー、やったー、正解した。今回の指令は、うんうん、高田さんから何を質問されても回答しない。あ、でした。マジか、はい、激ムズな指令だね。激ムズな指令なので、いちいちそれが質問なのか確認なのか、うん、うんうん、聞きました。なるほど。だから私の質問には全く答えてくれなかったのね。はい。あー、で一回全然関係ないこと言って、うん、リセットして、うん、自分の意思で話を進めました。あー、なんかもちょもちょしてたもんね。すごかったもん、本当に、うん、なんてラジオのしづらい指令なんでしょうね。なんて会話のしづらい。間違いないっす。ということで、はい、でも当てられたんでは、これは。はい、当てられたし、なんだったら俺ね、うんうん、何回か多分普通に答えちゃったような記憶もありましたので。確かに確かに。はい、もう罰ゲーム受けます。おー、久しぶりだ。あー、なるほど。なんでしょうか。罰ゲームはラジオネームリュートさんからいただきました。ありがとう。次回のオープニング。関西弁で話す。まあこれでも僕地元の言葉ですから。そうだね。いやもういくらでもいけますと言いつつ、うん、言いつつ言いつつ、最近さ関西弁のキャラクターやらせていただくこと増えてきたんだけどさ、うんうん、全部監修ついてる。結構繊細なね。繊細なね。イントネーションとか繊細だもん ね、 ね。あ、はい、頑張るで。はい、ということで次回もお楽しみに。はい、ということでお時間が来てしまいました。お相手は有役の堀江俊と、ギギ役の高田優希でした。バイバイ。この番組はコードギアス、ジェネシックレコード制作委員会の提供でお送りしました。忘れない、忘れはしない、この思いを失った日のことを、すべてを失ったあの日のことを。だから取り戻す。この手に、この胸に、取り戻すんだ。復讐を果たす、その日まで。復活のルルーシュの後の物語を紡ぐ、すべてのコードギアスの謎を解く、シリーズ初の新作スマートフォンゲーム、コードギアスジェネシックレコード。アルが願う新しい世界での目覚めを。私はギギ、あなたに永遠をあげる女。この図書館に本がないのはあなたのせいで、本があるのはあなたのおかげ。いいだろう、結ぶぞその契約。俺は自分の指揮官を死なせるようなヘマはしない。俺は俺の心にある正義の味方を目指す。俺は力で弱者を虐げる奴らを噛み砕くだけだ。記念すべき初任務ね。準備はいい？猛虎一閃火炎なぎ。どうやら芽生えたようだ、発明の種、好奇心がね。近藤さんを支える、これが俺の誠だ。記憶はないけれど前向きなのが取り柄なんだ。主人公アルが謎の少女ギギの導きによって、時間、時空、時代を超え、新たなる復讐の物語を描くギアス RPG。 プレイヤーは記憶を持たない少年アルとなり、自ら持つ異想転移のギアスの能力を使い、歴代シリーズのキャラクターや新たに誕生するキャラクターたちを仲間に、さまざまな時代に飛び散ったギアスのかけらを追い求めていく。谷口五郎、大河内一郎総監修、アニメーションサンライズ、キャラクターデザイン原案クランプ、原作スタッフが参画。コードギアスの謎が解き放たれていくメインストーリーライン編。歴代シリーズの追体験や新たなコードギアスストーリーを体験できる観測編。シミュレーション仕様の戦略バトルと RPG 仕様のストーリーバトル、スキル、必殺技、そしてギアスを使用可能。さまざまなギアス能力を駆使してバトルを優位に進めよう。
ルルーシュ、アキト、レンヤ、オルドリンをはじめ歴代コードギアスシリーズ全てのキャラクターが集結。時代を超えて集うギアスの記憶。これは新たなる復讐の物語。全ての答えはジェネシックレコードへ。